本田西遺跡、他3遺跡の現地説明会に先立ちまして報道公開を行いたいと思います。本田西遺跡の遺物となっております。はじめに九重東岡廃寺の方から、ご説明させていただきます。同じような、ね、の形のもので、主に両遺跡とも奈良時代から平安時代のものにかけて、出土しております。温め方としては、直接火にかける、うん、焼けているという痕跡のものもありまして、うん、それから、土器なんかに入れて温めるんですかね、うん、取り出すときに例えば想像ですけども、あの紐で熱いからこう紐で取り出すとか、それで穴が開いてるのかもしれません。8世紀の初頭から前4にかけての、縦穴建物跡と、考えられております。でこちらがですね、はい、音尺のが出た、出土状況なんですけども、そうですね、今まで、四角い形の、音尺というのは、数例知られているんですけども、このように、宝珠型をしたような、音尺ですね、今までなかなか、例がなくて、長崎県の対馬市で、一例、確認されておるのが、見つかりました。なかなかですね、きちんと縦穴建物跡から、出土した例がですね、本県では、ございませんで、他県でも縦穴建物跡から出土しているのはあるんですけども、極めて時期が分かる、それから、出土状況が分かるという意味では、いい資料になるのではないかなと、はい、考えております。寺と、書かれた、牧師土器も、ございます。はい、それからですね、こちらが、コップ型土器と、言われるもので、古代の計量マスなサイズの縦穴建物かなと、はい、思いますが、それに比べると、ちょっと少し大きめの、はい、縦穴建物跡ということで、先ほどかまど2滝をしていたんでしょうけども、そのうちこちら側に作り替えて、こちら側で、2滝をして音着が、出土したと、はい、大丈夫でしょうか。さまざまな、こちらに並んでいるさまざまな遺物が、出たというところですね、ぜひ皆さんに、味わっていただきたいですし、やっぱこういうものを見ていただいて、当時の人々の生活、うん、そういうものに触れていただけるとありがたいなと考えております。薄い針床そうですね。薄いんですよ。